おはようございます。今日も敗戦に拉致られました。おはようございます。おはようございます。どうしてもね、パイセンがね、三千里のね、盛岡のね、三千里のね、あのカルビスープラーメンが食べたいっていうことで、はい、わあお前朝から行くぞと言われて拉致られました今日も、はい、俺は北上の三千里でランチでラーメンやってるから北上の三千里でいいんじゃないですかって言ったらば、盛岡の三千里やがって言われましたんで、今日盛岡の三千里に来てますっていうことで、盛岡の三千里でカルビースープラーメンを食べていきますんで、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。これでも何でしたっけ、あの花巻のミラクエのあれに似てます。ユッケ、なんだっけ、なんだかラーメン、うんうん、おいしい、うまいっすね。牛だけどうま、牛のスープだけどうま、牛スープだけどうま。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ラーメンツールに行こうと、はい、ナス兄さんです。はい、いつもご視聴ありがとうございます、ありがとうございます。今回はね、パイセン、はい、海をパイセンがね、どうしてもサンゼリのカルビスープラーメンが食べたいっていうことでね、わざわざ盛岡の、盛岡じゃないですね、盛岡、雫石って盛岡じゃないんですね、はい、岩手県岩手区雫石町町に行ってきました。はい、ここね、このカルビスープラーメンっていうのはね、結構芸能人が来てね食べてるらしいですよ。テレビで結構取り上げられてるんでね、それでね、ミーハーなね、不妙なパイセンはね、うん、パイセンはね、ミーハーなね、うん、フミオパイセンはね、うん、ミーハーなフミオパイセンは
ぜひとも食べてみたい、どんな味かね食べてみたいということをね、はい、行ってきました。盛岡はね焼肉三千里さんで5方面です。はい、そして頼みましたのはカルビスープラーメン、はい、こちら税込み880円になります。ナスミさん、はい、カルビスープラーメンじゃ止まりません。はい、ライスも頼みました。はい、そして内臓系ね、はい、内臓ホルモンとねミノとハツでしたっけかね、はい、もう焼いてね、はい、つまみとしてねパイセンがノンアルビールで食べてました。はい、そんな感じでカルビスープラーメン食べてきてるわけでした。はい、こちらスープはね、はい、あれですよ、カルビスープですよ、カルビスープにラーメン入ってる、そのまんまやないかい、そのまんまやないかいっていうことでね、はい、カルビスープですよ、はい、その牛のね、うん、牛の、はい、牛の、はい、出汁がねめちゃめちゃ濃厚です。はい、濃厚でね、そして甘めなスープです。甘めなスープ、辛さに旨味、あのユッケジャンとかねそんな感じのね辛さにラー油の辛さ、はい、ピリ辛かなと思うんですけどね、これはちょっと、うん、俺が辛いって思うくらいだからね結構辛いと思います。でもねこれはうま辛いです、うま辛いスープです。はい、うま辛いスープね、はい、うま辛いスープですね。パイセンはね全然辛くねえじゃんって言ってたけどね、そうそう、めちゃめちゃ汗だくになってました。辛いんじゃんって、辛いんじゃないのってね、そんだけ汗かいてたらねって感じです。はい、でもほんとね、濃厚なスープですよ、あの牛の旨味のねしっかりとしたね、はい、そして 甘いタレの、そして辛いうま辛スープってこんなことなんですよね。はい、もうね本当ラーメン、この細麺のね超縮れ麺、はい、私これを名付けます、細麺ですけど、細麺の縮れ麺ですけど、はい、こちら超縮れ麺、はい、まるで昔流行った女の子がねかけてたパーマのねソバージュのようなね、はい、ソバージュ、今の時代ソバージュって何て言うんですかね、はい、私の時代はソバージュと言ってました。昔のヤンキーの女の子はみんなソバージュでしたって感じでね、はい、この超ねあの縮れ麺にねこのスープがねまとわりついてねうまいです、はい、うまいです、はい、うまいですって感じですね。はい、そしてねボリュームがね結構あります。はい、結構ね時間ね、自分ラーメン食べるのにね今回ね結構時間かかってるんですけどね、ラーメンこちらあまり伸びた感じはしませんでした。はい、伸びた感じはしませんでした。はい、はい、それで結構ね、はい、マジで美味しかったです。そして私なぜライスを頼んだかというとこれをやりたかったんですよ。はい、余った具材、はい、具もねたっぷりなんですよ。カルビの煮込んだカルビの肉とかね、もやしから何から何までいろいろ入ってました。はい、それをねこのねライスにねこうかけてね、これはっきり言います、多分クッパですこれクッパです絶対無理やつ。これをね私めちゃめちゃ絶対美味しいだろうなと思ってね、もうメニュー見た時にね絶対これねライスかけたらうまいやつだろうと思ってねライスも頼みました。はい、見てくださいこの笑顔、うまいって言ってますね。はい、間違いなくうまいです。はい、ラーメンの麺を食べてから、そしてこのライスにかけてのこの二丁食い、まるでも焼肉界の大谷翔平やみたいなね。ナス兄さんはハンカチ王子ですけどまるでラーメン界の大谷翔平や二刀流ってことですよ。はい、これ皆さんもぜひねこのカルビスープラーメンを頼んだらね
アイス食べてね、これやってみてください。二度美味しいです。はい、めちゃめちゃ美味しかったです。はい、そんな感じで食べてきました。はい、ペロリとね、結構ね量は多めです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。はい、なもう、ね、お腹苦しいですね。皆さんぜひね、カルビースープラーメン食べるときはライスを頼んだ方がいいと思います。はい、めちゃめちゃお腹いっぱいです。はい、美味しかったですよ。もうね12時前なんですけどね、駐車場満パン。はい、もう行列もできてますね。はい、なので私たちは速やかに帰ります。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Have a nice day!